皆さんこんにちは。中島ゆかのそこまで言うかの時間がやってまいりました。皆さん2月13日の日の NHK の声を上げてそしてとかっていう伊藤さんのですね、テレビってご覧になられましたでしょうか。私は前から何回も言ってるように、うちテレビありませんし、で、なんかスマートフォンからでもなんか登録、NHK の登録とかね、すると、追いかけ配信とかなんとかって言ってね、なんか見れるみたいな感じなんですけど、そんな手に乗るわけないじゃないですか。あんなところにね、登録するのにいろんな個人情報を入れてね、最後にどうなるかっつったら、放送受信料をね、請求に変なのが来るだけのことですから、うちは一切、NHK とはね、ご縁も何もありませんから、結局ね、私は、それからも見ていないし、見た人からのね、感想だけを、まあ、聞きましたし、ツイッターとかね、それから、Facebook でね、私の、タイムラインの方にもですね、見ました、みたいな、感想をね、もらったんですけれども、深く皆さんがね、広く、感銘を受ける内容のものではまあ到底まあなくて、なんかその NHK のこの番組を作ったそのディレクターっていうのが日本人じゃなくて、なんかその従軍慰安婦関係の活動をしているなんか女性みたいな人がなんかディレクターやってるとかっていうことで、とか思ったんですけど、ソン・ヨンリさんっていうね、なんか従軍慰安婦のその啓蒙活動を推進する日本軍慰安婦問題なんちゃらかんちゃら全国行動共同代表である、これなんて読むんですか、もう私もう日本人だからよくわかんないわよ。ヤンチンジャさんというね、はい、これの娘さんになるのがそのソン・ヨンリさんっていうことらしいんですけど、まあ、こういう人がですね、伊藤さんの、そういうそのドキュメンタリーに、まあ、関わるって、まあ、毎度のことかな、みたいな。まあ、思想から言うとね、極めて、偏りっていうかね、とぐろ巻いて、どっちかに偏っちゃった、みたいな感じの、まあ、内容なんですけども、まあね、内容はどうでもいいんですよ、もう。興味ないし。はい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 みたいな感じでね。もうやっぱり、あたかも、もう確定したかのように、放送したことなんですよ。私が一番頭に来るっていうのはね。で、貴重なご意見ありがとうございましたってね、バカの一つ覚えみたいに、もう言うそのオペレーターのやりとりね、0570で電話してね、電話チームバカにならないしね、やめようかなと思ったんだけど、まあね、一言言っとかないと、私もね、腹の虫がね、収まらないなと思って、まあ一旦電話したんですよ。で、2月13日にあって、声を上げて、なんとかっていう、放送に関してのちょっと問い合わせなんだけどっていうふうに、ま、電話したらですね、もうその瞬間に、あ、それに関してはちょっと定跡の人間に変わりますから、つって、オペレーターがね、もうすぐに、定跡に変わってですね、で、まあ、その男性が出てきました。で、この男性と、会話をしたね、方結構、いらっしゃるみたいなんですけども、で、私と、その、まあ、定跡のなんだっけ、もう名前忘れちゃったんだけど、まあ、お話をした、ま、内容っていうのは、まあ、いわゆる向こうの言い分としてはね、その、性被害者であるっていう、まあ、伊藤さんが、フラワーデモとかいろんなところに、こう、活動していらっしゃるんですよ、みたいなことを言うんで、おいおい、ちょっと待って、みたいな話で、性被害者である伊藤さんって、ちょっとそれ、やめてくださいねって。係争中っていうことはあなた意味分かってますかっていうふうに私はま、返しました。いくら一審とね、それから高等裁判所の方で判決がま、出たとはいえ、でも、山口さんは、自分はそういうことをやっていないんだということを徹底して貫かれているっていうところで、まだこれ確定していないね、裁判中ですから、もし最高裁でひっくり返って伊藤さんが性被害者じゃなかったらどうしますかっていう風に聞いたんですよ。そしたらね、てん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 みたいな感じでね、向こうに返す言葉がね、なかったんですね。なので、もうありきでね、番組の構成とかね、そういうことするんじゃないよと
いうことはね、申し訳ないけど私は言わせていただきましたし、昨日今日にね、番組構成をね、してこれ、こういうのって、放送できない。こんなんやろうと思ったら、もう、高等裁判所の、判決がもう出る前からね、十分、ありきなね、内容として、もうこういう番組ね、作ってるっていうのもね、日本人の国民からするとですね、もうとてもじゃないですけど、人権問題に、差し障るようなね、内容というものを公共放送で、放送するんじゃないよっていうふうに、私は、お伝えをしています。そして、あともう一つ。せっかく定跡のね、すんばらしいね、男性がね、出てきたんでしょうから、私もね、一案、いい提案をね、天下の NHK じゃないですか。じゃあ、性加害者と訴え続けられた男性の冤罪について暴くって、これタイアップでやりませんかっていうふうにね、提案したんですよ。どうです皆さん。これ NHK にやってもらいたくないですか？私見てみたいですよ。だって、もうメディアとか、それからネットニュースとか、こういうドキュメンタリーってね、伊藤さんしか出てないじゃないですか。山口さんの言い分っていうのも、やっぱりね、聞きましょうよ。男性側の不同意の性行為じゃなかったと。少なくとも合意のある性行為だったんだっていうことをね、ずっと一貫して訴え続けている男性の冤罪に関して、私は、きちんと公平にね、互いの訴えをね、やっぱり聞いてから、どっちが正しくてどっちが嘘なのかっていうところをね、やっぱり冷静に判断したいと。やっぱりこの裁判に関してはすごくやっぱり思うんですよ。で、もう皆さんね、かれこれ、もう何年もね、この裁判をご覧になってきている皆さんって、もう嫌というほど分かってると思うんですけど、もうメディアの扱い方のこのバランスの悪さっていうものが、もう本当にいつも伊藤さんばっかりがクローズアップをされていて、男性の方のこの状態でいくと、これ山口さん、これ冤罪ですね。男性側の冤罪となった人の気持ち、苦しみ、そういうものをやっぱり公平にね、やっぱり扱っていくというのが賢い日本国民のあり方だというふうに思うんですね。そして偏ってねじれてしまった日本の司法というものをやっぱり強制して戻してやらないといけないという意味でも、もう伊藤さんのね、番組はもういいですよ。もうだって同じようなことばっかりだし、この NHK のね、その上席の人間に私は言いましたけど、伊藤さんが性被害者という証拠ってどこにも上がってないんですよ、この係争って。これどうしますかっていうことね。これもお伝えしました。だって、裁判の判決文にも書いてあります。証拠はないというふうにね。ただ、どっちかの訴えかけのその比重だけで取ってるわけですよ。高等裁判所の判決にしても。つまり、真実はまだ暴かれてないということです。ここだけはね、この動画で、私ははっきりと申し上げたい。そして、NHK のね、番組そのものを、否定するだけではなくてですね、私のこの YouTube でですね、シリーズでですね、配信をちょっと計画しているアクションプランをこれからちょっと皆様にお伝えしたいなというふうに思っています。それがですね、次回の配信で、もう少し詳しくね、皆さんにご報告したいなと思うんですけれども、いわゆるまさに合意があったとか合意がなかったとかっていうことで、ほぼ山口さんと同じ立場にある一人の男性のですね、冤罪について、実際その方をですね、取材をしながら、男性側の冤罪の声というのを、皆さんとちょっと共有したいと思って、今後、トーキング、一緒にその方と、語るという形で、皆さんに配信したいと思います。これがですね、私が今回のこの裁判の中で、山口さんのためっていうよりも、一番には司法のこのねじれ、それからこの幼稚なこの司法の判決、これを、是正するために、国民の私ができること、訴えかけとして、この冤罪を食らったね、男性の、取材を皆さんに、リアルに、お伝えするという、
この配信を、始めていくことに、しました。ほぼ山口さんと同じ、状況で冤罪をね、食らってしまったという男性です。で、山口さんと同じように、再退社の方でもあります。なので、皆さん忘れてならないのはですね、山口さんは再退社ですからね、そこも、絶対に落としてはならない、ポイントだと私は思っているので、次回ですね、もう少しそのあたりをですね、詳しく、皆さんにご案内しようかなというふうに思っております。というところで、この裁判のですね、レポートという形で、まだ今後も継続させていこうと思っておりますので、チャンネル登録もね、して、ぜひご覧になっていただけたらと思います。ではまたお会いしましょう。